さて皆さんこんにちは、ダイダラです。おすすめな、さあ今日はねこのゲームロードオブダイスっていうゲームでね遊んでみたいと思います。さあこのダイスって名前がついてる通り、まあ、サイコロがねちょっとちょろっと関係してたりとかで、ね、スゴロクみたいなねなんだろうものがあるんですよ。まあそれはねぜひとも見てください。結構ねなんだろう戦い方とか戦闘システムとかがね、なんかあんま見たことないような感じで、ちょっと面白いなと思いますので、ね、そこら辺見ていっていただければなと思います。じゃあ早速、何する？ガチャしよう。さて、それでは今からガチャしたいと思います。まだね、僕、今下にいるモンスター、で、全部モンスターなんですけどね、まあ、これは、後で人型になったりとかするんですけど、まあ、その話をまた置いといて、星4しか持ってないんですよ。で、ガチャ召喚で、星5が出る。当てます。今日は当てたいと思います。見ててください。僕の引きを。世界にきらめく星々よ。私に力を。めっちゃ恥ずかしい、これ言うの。来い！ 11 連召喚カオン。今回ね、このキャラクターのことをダイサーって言います。ね。おーっと！待って。俺、真ん中のこれ見たことない。これ、絶対これさ、星5だよね。この虹色にきらめくやつ。とりあえず、ね、これ星3やろ、全部。星3いい。で、紫色星4です、これ。星 4! あら！可愛らしいね。アリエル。あ、アリエルって結構強くなかったっけ？ね、このゲームね、最初なんかモンスターみたいなキャラクターなんですけど、人間じゃないんですけど、進化することによって可愛らしい女の子になったり、イケメンになったりします。ね、さあ次、あ、俺これ持ってるぞ。ね、ポモドーラ。同じキャラクターがいればね、最終的に強化するときにね、使って、なんかすごいことできるんですけど、まあそれも後で説明します。さて、いきますね、これ、星5。やべ、初星5だ。ドキドキする。引きます。きたー、これはグライフ。あれ、元からそうか、人型なんだね、星5だから。で、進化すると頭になんかついて、ね、よりなんかすごくなるっていう。鎧ごつくなったな。ちょっと見出せね。四面ダブルダイス。で、ダイスがね、キャラクターによっていろんなものがあって、なんか、ね、六面ダイス一個だけとか、四面ダブル。四面ダブルはまあ悪くはないですね。突撃型とか、まあいろいろあるんで、ちょっと説明後でします。で、一番大事な歩くやつが四。これもね、スゴロク的な要素でね、4マス歩けるって効果なんですけど、これ普通に強いですね。これランダムらしいんですよ。ダイスの値って、確か。で、見ていきますね。鋼の鎧。巨大モンスターに対してダメージを軽減。めっちゃ強いやん。で、究極の反撃。反撃発動数が1増加し、反撃ダメージ50増加。フルチャージ攻撃力 25% アップ。普通に攻撃としても使えるし、レイド系で使うのかな、降臨とかで。主な使い勝手は。まあでも、初のね、星5だったので、ちょっとこれ大事に育てようかと思いますね。さてさてさて、でもまだまだ引きたいと思います。ね。世界に嫌いくぐらいやめよう。11連召喚。いや、もう一体くらい来ねえかな。うおー、来てる。2個ある。ちょっと待って、これは。あ、違う、俺今までさ、ね、何十連しただろう、何十連がしたんですけど、星4しか出なかった、私。ね、ここに来て運が来ましたね。ありがとう。さあ、星4開いていきましょう。おう、ムスペル。ね、イケメンに進化する。君誰や？ね、ミカエラ。ね、可愛らしい女の子。さて、うまい子の可愛いな。キューピーね。この進化の仕方、ね、髪飾りになってんじゃん、これ。ね、めっちゃ可愛くなってんじゃねえか。さて、まだ星4がありますね。はい、さつき、あら、いいですね、巫女服の女の子にね、進化します。さあ、いいですね、皆さん、星5開きましょう。カモン！おー、セクシーガール来た、ルミーね。5マス移動できんの、これ、すげえな。旋風型、4面ダブルね、狙撃攻撃のダメージを反射する。え、めっちゃこれ強ないか。え？オールダイス、マジックダイス、すべてのダイスが3ずつ減少する。減少？これちょっとよくわかんないけど。で、フルチャージ攻撃力アップ。いや、これ多分普通に強いぞ、今の。で、さ、いきますよ、また。カモン！おーっと！ニドホッグ。で、かかってこい。10面シングルダイス。10面 ?10 出るってことだよね。いいじゃん、これ。で、狙撃型。あれほど3マス。3マスか。まあまあいいでしょう。
で、かかってこい、通過するプレイヤーとダイスバトルを行う。おー、これはいいね、ダイスバトル。まあ、ダイスバトルっていうのはね、サイコロ振って勝負するってやつなんですけど、まあまあ、それはね、後で。大体後でっていう。うん。フルチャージ効果、バトルダイス最低4保証。10面ダイスだからね、最低4は出るっていうことですね。なかなかいいですね、それは。うわー、こんな出るんだ。今流れ来てるんで、もうちょっと引きますね。カモン。うわ、何出るだろう、これ。いや、めっちゃ嬉しい、ここまで出ると。あ、また2つ出てる。ちょっと待って、これ。こんな出ないからね、俺。なんだ、動画回すとでいいことあんのかな。ずっと動画撮ろうかな。さ、アテナ。あら、ね、女神様ですね。星4。あ、これまた、ね、アテナダブル来ましたね。星6まで行くとすごいね。ね、大体キャラクターね、進化させたりとかすると星上がってね、人になって強くなりますので。うん。星4とかでもね、めっちゃ強いキャラクターいっぱいいるんですよ。さあ行きましょう、星5。あ、これは、これさっき当たったやつだね。あ、でも同じキャラクター2体いたらね、限界超越だったっけだとかできて、最大人、レベル上げたりとかできるんで、これは大当たりですね。さらに行きます。カモン。おーっと、持ってないで来たぞ。エラーム。ね、6面ダブル。6面でダブル。魔法型4マス歩く。ね、魔法型使い勝手ね、難しいんだよな。ねえ、まあ、バトルの後で説明するんですけどね。よいしょ。でも、ねえ、いろんな方ちょっと入れられるので、ありでしょう。よし、とりあえず、ガシャはこれぐらいにしときましょうか。ねえ、いや、結構ね、めっちゃいいわ。だって俺やばい、これ。今日俺事故るかもしんない。で、まあ、要はね、このゲームね、今ガシャで出したキャラクター見て分かる通り、どんなキャラクターとかでも、進化して、進化してなんか、イケメンだったり美女だったりとかしてね、可愛らしいキャラクターになっていきます。まあ、そんなとこですよ。じゃあ、使った出たキャラクターとかをね、ちょっと強化とかしたりしてみましょうか。はい。じゃあ皆さん、今からね、さっき当たったダイサーのね、強化とか、やってみましょうか。さて、ちょっとレベル上げたんですけど、例えばそのね、このグライフっていうキャラクターにね、まあ、とりあえずね、こんな風に豆豆をね、上げていきましょう。なんか、ね、自分に合った属性だったらね、たくさん上がるので、よし、がっつり上げちゃいましょう。さあ、こんな風に強化普通に出てきます。まあね、でも強化してもね、まあまあ、まあ、能力上がるんですけど、さらにね、別の方法でもこのゲーム結構特徴があって、強化することができるんですよ。それがね、ここにあるなんかいっぱいあるよね。強化する、超越する、進化するっていう。超越するってやってみましょうか。超越。これですね、ステータスが大幅に増加する。ね。このレア度の数だけ超越することができて、で、さらに全部ね、超越すると、限界超越っていうのをすることができるようになって、そうするとね、なんか、この限界、さらに能力がね、大幅に上がったりとか、特殊能力もあるんだよね、これ。さて、とりあえず超越やってみましょうか。超越は、超越ゼリーってものを使うと、1個使うと 100%。で、自分とは血が異なるモンスターを1体捧げると、25% の確率で成功します。とりあえず4体ね、普通のモンスター、よし、やって、超越1回目しましょうか。さあ、超越。バオーンって能力アップ。さあ超越成功きた。さあこれで能力がねガツッと上がったわけで、さらに超越できるのだからね、レア度の数だけ超越できるんで、レア星5っていうね、やっぱ、ね、キャラクター強いんだよね、やっぱ。さあどうしようかな。星3使いたくねえけどな。じゃあゼリー使っていきます。さあまたしても超越成功ね。めっちゃ能力上がってんだけど、最初に比べて上がりすぎちゃうか、これ。ねえ。さて、今回なんですけど、ちょっと特別に限界超越も見せたいってことで、ちょっと運営さんから特別に、フル超越のキャラクターをいただきましたので、これを使って少しね、限界超越したいと思います。さあ、ご覧の通り限界超越すると僕知らなかったんですけど、またグラフィックが変わって、動いてるアニメーションまでつくっていう、ね、みたいです。で、素材は、同じキャラクターね、二度ホック当たってましたので、二度ホックを今から限界超越したいと思います。やべえなこれ。それでは行きましょう。限界超越。おお。
かあ、来たやべ、超かっこよくなったな、おめえ。はい、ということで、これが限界超越したミドホックになりますね。ボイスついてたっけ、ついてなかったよね。限界超越するとボイスもつくんだ、これ。うわ、やばい、これめっちゃ強ないか、これ。今レベル1なんですけどね、限界超越4回したね、グライフの攻撃力とかと比べて、でもヒットポイントが違うかね、タイプが違うな、タイプが。でもそれでも普通に強いと思います。狙撃型ってね、遠距離から攻撃できるんですけど、中でもね普通に強い、これ。うわー、これロックしとこう。はい、さて、あとね、ちょっとせっかくだから進化もしとこうか。進化、ね、このモンスター型のキャラクターをね、せっかくなので進化して人にした、人にしましょう、人にしましょう。さあ、進化石持ってましたので、こちらで使いたいと思います。よし、進化つくみずガールやで、これ大丈夫ね。で、これもまたもう一回進化すると、またグラフィック変わったりするって感じですね。みんな超越進化ね、超越、限界超越させたいね、これ。グラフィック的にすげえ変わるし、ルミとかマックス超越超したいじゃんね。はい、ということで、とりあえず今こんな感じになりました。じゃあちょっとこのキャラクターとか使って、ダンジョン行ってみましょうか。さあ、バトルシステム結構特徴的ですので、ぜひとも見ていってください。はい、じゃあ今からさっきやったダイサーとか使ってね、挑戦したいと思います。ニートホックまだレベル1ですけど、超強いので多分大丈夫でしょう。はーい、さて行きましょうか。さあ、このゲームなんですけど、とりあえず特徴としてはね、こんな風にスゴロスクのマスみたいになってますね。止まったマスによってね、なんかほら宝箱があったりとかね、スロー1マスずつ移動するものとか、毒とかね、そういうものがあります。で、サイコロは振るんじゃなくてね、キャラクターによって違います。例えば今の下画面にあるね、カードみたいなところのね、左下にある足のマークの横の数字。よし、で2マス進んで宝箱をゲットしましょう。イエイ。うわーっと、さあ横から攻撃された。痛い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 、やめてくれ。さあ、敵は遠距離からも攻撃してきたりします。うっとしいですねさあ、ここでね、攻撃ができます。今キャラクター旋風型っていうね、このキャラクターのさ、あの左上ね、あるマークわかるね、今竜巻みたいなマーク、これ、これが旋風型、自分の周りを攻撃する。これで攻撃当てられますので、せっかくなんで当てましょうか。ほら、クライア、おー、あ、全然ダメージ食らってないさあ次です。さあ、他にもね、攻撃、アタックね、これが突撃型ですね、殴るやつですね、これは。よいしょ。で、これがマジアタック、範囲がね、前6マスだったかな、を攻撃する。そして、槍は直線、4マスか5マスぐらい、で、狙撃は遠方にいるキャラクターを攻撃するみたいな感じです。よいしょ。何マス離れたとこだったっけな。まあなんか一覧みたいな画像があったので、そちらを参照していただければと思います。まあ、とりあえず倒すか、ここ。ここ敵いるよね、一マス横に。どうしようかな。とりあえず突撃でいいかな、これ。どうかな、ダメージ。で、敵の体力は高温キツネ240ですから、もういや、この、よいしょ、殴る型でいこう。くらえ、ほら、パンチ、オレー。よし、よし。さあ、横のやつ殴ったね。さあ、まだもう一体いるな、エンジェリ。あ、今のこれ槍みたいなやつで続けばよかったかな、これで。いや、ほら、くれ。よし、やっつけた。さて、これ来た、ダイスバトル。今回特徴的なのがダイスバトル、サイコロ使うんですよね。各キャラクターによってさ、この6面ダイスが2個あるやつとかさ、10面ダイスね、などなど、いろんなダイス持ちがいるので、そのダイスを使って戦います。よし、さあ、振りがいい。6面ダイスかける息やばいよな。さあ、出た目で勝負します。来た、俺たち。いや、全然いけるね、これ。よし。さて、途中の敵全部やっつけたいね。ここにエンジェルがいるな。これがね、狙撃型でやれるね。行こう、狙撃。フライヤー。フレイ超強えわ。さて、じゃあ、まだまだ行きましょうか。5マス進もう。5マス進むとね、お金ゲットできるからな。やったぜ。さて、
もうゴールが近づいてきましたね。とりあえず歩こうかね。うん、あ、これスロー踏んじゃった今。大丈夫？よし。さ、まだアタックできないのでですが、これも1しか出ないやつですね。1進みましょう。1で、おお、2マス戻るか今の。でもお金ゲットできた、やったぜ。さあ、まだ1進んで、よし、ゆっくり進もう、ゆっくりとね。さあ、おお、かかってこいよ、もういい。よし、ここまで来たらいいかな。さあ突撃で攻撃しましょうか。フライヤー、よし。もちろんね、今使ってるキャラクター主人公みたいにマスターって言うんですけど、マスターをね、技使うことができますね。せっかくなんで使いましょう。ダイダラの攻撃食らえ。おら、やべえ、俺強くなかった、やばいですね。さあ、別の魔法でやっつけましょうか。魔法型でいいか。魔法型食らえ。うん、弱点攻撃てや、よし。さあ、こんな感じです。まあね、敵はね、実を言うと倒さなくてもいいんですよ。すれ違ってね、ダイスの目によってスルーすることもできたりとか、通り過ぎてからやっぱ後ろ攻撃するなんてできたりね、いろいろ自由度が高いゲームです。ね、意外とバトルは面白いので、ね、ね、なんだろう、いろんな方とかパーティー入れてやっていくとすごい面白いです。いや、でもね、俺前ここのダンジョンで負けたんですけど、星5入るだけでめっちゃ簡単になりましたね。イエイ。はい、ということです。あとね、せっかくなので、プレイヤー対戦とかね、協力バトルについて少しだけお話ししたいと思います。レイドバトル。ね、他のプレイヤーを、と協力して戦うっていうモードです。ね、一体いるモンスター、なんかいろんなモンスターがいてね、ボス、第1形態、第2形態がいて、こいつを誰かと一緒に戦うっていうシステムがあります。ね、ちょっとやってみましょうか。はい、始まりました。ね。さあ、ボスをやっつけよう。よし、他のプレイヤーと一緒にやってますので、今回はね、ざっくりと戦ってみたいと思います。こいつが大きいやつです。ね、怖いなぁ。よし、まあ、道中の敵は全部でね、やっつけつつ、ね、なんかいろいろ倒しながらで進んでいきましょう。よし、じゃとりあえず3出したいな、3。よし、いいぞ。いやー、大丈夫か？結構敵強いんだよね、このレイドバトルって。さあ、ボスモンスターの攻撃。ボスモンスターの攻撃はね、今みたいになんか攻撃範囲でデンジャー出てたでしょ？あそこを踏むとダメージ食らうから気つけやってやつやね。さあ、いきなり殴ってくれてるね。ありがとう。さあ、ダイスバトルしてる。頑張れ。ね、ダイスバトルも結構強かったんだけどな、こいつ。お、10、20ってすごい数字だよね、これ。倍出してんじゃん。いいね。うお、一気にボス殴ったぞ。すげえ。さあ、俺もなんか頑張るか。ねえ。1、2、3、4。4出したい、4。4出そう。よし。敵に攻撃しつつ、全体攻撃。いいでしょ、今の。完全。だいたい役立ってる。やべえ、やべえ。もう一人の人がすげえやられてる。頑張って。さあ、デンジャーの位置変わっちゃった。うわ、これやばいなぁ。まあ、いっか。さあ、倒しながら進みましょう。よし。まず、味方が、おいろいろ殴ってくれてありがとうございます。あ、なんかシールドそれ。めっちゃいいじゃん。さあ、どうしようかな。爆撃。旋風。いや、ここはもう爆撃しよう。クライア！よし。さあ、ちょっとでダメージ与えつつ、ダイスバトル始まった。どうしよう、どうしよう、ダイスバトル、ダイスバトル。俺、ダイスバトル得意で。任してみんな。俺、20だ、以上出すから。21！ 負ける気しねえ。うわ、向こう11。さっきのボスよりおめえ強いじゃん。よし。どんどん進んでるぜ、俺。さあ、一回シールド来てるから。効きません。ありがとうございます。シールドいいなぁ。さあ、味方が体力ピンチやからなぁ、ほんま。ほら、あと500！さあ、ダイスバトル。これ、ダイスバトル勝てば、多分もう、第一形態で倒せる。さあ、第二形態来ましたね。どうやってやっつけよう。くそー、きついな、これ。あ、もう、時間切れだった、俺。やっちゃったな。よし。おいおいおい、範囲攻撃ずるい。いや、味方やられちゃったよ。あと39しかない、体力。あー、死んだ。バイバイ。さあ、俺のターンだ。こいつ使え。
最強の男よ。すべてを打ち滅ぼすのだ。よし。やめや、殴んないでくれ俺を。俺殴るのなしにしねえかな。さあこれで旋風型かましとこう。周りの敵うぜえからな。よし。やばいやばいやばい。いい、負けちった俺。かー、ビクトリーで、まあ、第一形態で撃破で終わりました。結構強いんすよこれ。結構強いんすよレイドバトルって。ほんと。まあ、こんな風に協力バトルがあったりします。レイドバトルが他のプレイヤーと協力して、ね、誰かとマッチングして、一緒に戦うっていうシステム。ね、ボス強いんだよ。俺、第2形態勝ったことねえんだよね。で、他にも対戦。対戦アリーナ。これなんとね、リアルタイムで他のプレイヤーと戦うんですよ。怖くてまだやったことない。後で行ってみよう。そっか、あと、リーグマッチ。これ CPU なんですけど、他のプレイヤーと戦って上位を狙っていくモードとか、プレイヤーと協力してどんどんやっていくモードだったりね、戦ったりとか、なんか対人要素とかね、なんか競い合う要素とかもいっぱいありますので、ね、やりごたえ抜群って感じです。はい。ということで、ロード・オブ・ダイス、いかがでしたか？なんかね、特徴的なバトルがやっぱ本当に面白いなと思いますので、皆さんぜひともね、遊んでみてください。本当ね、なんか勝てないようなステージでもね、ダイスの目が出多い、歩く移動速度が、移動力かな、あれ、が高いキャラクターを使って、ガンガンね、フィールド駆け抜けて、ボスだけ倒すっていうね、もうゴリゴリした戦い方もできますので、まあ自由度はすごい高いですのでね、ぜひとも皆さん、概要文のところにダウンロードリンクがありますので、ぜひともダウンロードして遊んでみてください。ということで、これで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。